続いては船橋アンデルセン公園内の子ども美術館で開催している企画展の見どころをお伝えします。ティラノサウルスにトリケラトプス。かつて地球上に君臨していた恐竜たちが集結したのは、子ども美術館で7月15日まで開催している企画展、マイ・ダイノワールドです。躍動感あふれるおよそ20点の作品が並びました。手掛けたのは、恐竜のジオラマ制作を主体に活動するアーティスト、原島久光さんです。恐竜自体もずっとなんか食べ物食べてるわけでもないですし、寝てたりもするしっていう、そういうのも考えて、アクション性も強いやつもあるんですけども、本当に生きてた時代をイメージできるような作品に仕立てられればなという感じで考えてますね。展示作品はジオラマ仕立てで、生息していた環境や生活の様子などが細かく再現されています。こちらは体長5メートルほどあったとされるユタラプトル。獲物を待ち伏せし、襲いかかる直前がイメージされています。この子たちって、集団で狩りを行うために、今回2匹制作して、相手の草食動物なのか鳥なのか分かんないんですけれども、それを狙ってるっていうシーンを再現しております。リトロナクスという恐竜の作品には、親子愛が見られます。いろいろと研究が進んでて、生活どうしてたんだろうっていうのがあると思うんですけれども、肉食動物ってよく子育てをするっていう僕の中でイメージがあるんで、それを落とし込んで母親が子供に買ってきた獲物を与えるっていうワンシーンを切り取った作品になっております。世界的に大ヒットした映画ジュラシックワールドに登場した恐竜もいます。ギガノトサウルスっていう恐竜でして、体長がティラノサウルスより大きかったということで映画にも取り上げられてた恐竜なんですけれども、今の動物もそうなんですけれども、首元を噛みついて相手の息の目を止めるっていう行為、恐竜もやってたんじゃないのかなと考えて、タックルして相手を倒して捕食しているシーンを切り取った作品となっております。最も有名な大型肉食恐竜は欠かせません。ティラノサウルスってすごい研究が進んでて、嗅覚が非常に良いということで、僕の中では腐敗した生き物の骨とかにも集まってくるんじゃないのかなと考え、足元に草食恐竜の骨とか白骨化したやつが転がってまして、そこにたどり着いたティラノサウルスをイメージして制作しております。他にも川辺で生息していた生き物との生活をイメージしたギロフォサウルスや、トンボを追いかけるトリケラトプスの親子など、独自の視点で捉えたシーンが描かれています。東京生まれの原島さんは、小学生の時に博物館で見た恐竜に影響を受け、30年にわたり情熱を注ぎ続けています。今でも覚えてるのが、確か小学6年生の時にコンプソグナツスっていう恐竜がいるんですけど、それの1分の1、1メートルぐらいなんですけども、それを作ったっていう記憶があって、そこからこう徐々に作っていったりとかはしてましたね。別の展示室には恐竜の塗り絵が楽しめるコーナーや、頭部が動く仕組みが分かる模型です。そしてデイノニクスという原寸大の着ぐるみです。普段は展示のみですが、恐竜着ぐるみパフォーマーとしても活動している原島さんがリアルな動きを見せてくれました。恐竜ではない生き物たちもジオラマ内に存在してまして、それをこう見つけて探索するっていう楽しみを入れた作品になっております。間近に見ていただいて、ちょっと臨場感とかを体験していただければなと考えております。一つ一つの作品から今にも動き出しそうな迫力が伝わってきますね。恐竜が生きていた時代にタイムスリップしてみてはいかがでしょうか。